はい、対戦よろしくお願いします。ということで皆さんこんにちは、こしあんです。話題の強ゴマリトイル使っていこうと思います。3体追加されましたね。僕は強ゴマ引きましたが、リトイルだけ当たりました。他のコマ、マトリュウのなんだっけ、シンシアとオズかな、あの2体は当たりませんでした。シンシア欲しかったんですけど、ほのかの上位互換なんで、まあ花鳥風月でニルスとかの調整をしなくていいっていう、まあ駒なんで、うん、当てときたかったけどな。まあ当たらなかったので、まだ、今後ほのかさんに花鳥風月で活躍してもらおうと思います。さあ、まあそんなことは置いといて、リトエル600から始まって、600ずつ毎ターンチャージして最大4800、まあチャージのターン数はアポロンと一緒で、まあ A ゴマなのに最大4800出せる、プラスまあ、S ゴマサブに4体詰めるということで、今回はガッチガチの環境ゴマ入れてきました。フェールノート、トゥールラ、ウィブサニア、ヴィーナスですね。これでやっていこうと思います。A ゴマに関しては、まあそうですね、いろんなコマが入る、まあ紙デッキ条件だけしかついてないんで、まあ、このオーリックも入れようと思えば入れられるし、他にもなんだイシュケとか、まあそこら辺も入るっちゃ入る、まあ補正によって変えるっていうのがありなんじゃないでしょうかね。いやー、そこ来るか、マジか、ダブコーンを食らいに来るっていうことは、ヴィーナスとかザフキ持ってるのかな。まあ迷わず行きますけどね。次ダブコンするでしょう。いやどうなんだろうこれ。あ、ザフキはもう打ってるか。ヴィーナス持ってるのかな。ヴィーナスか金馬がある気がする。あ、なかった。エルヴィン団長、僕はもうそれつなぎますよ確実にね。どうしようかな、ザフキ打つ、バイセ打つ、まあ、バイセでいいか。で、バイセが取られなかったらもうリトエルとつないでよかろうかと思うんですけど、まあ取るか、さすがに取りますよ。エルヴィン団長のコンボはしてこないでしょうって言っても、まあグノを打ってコンボなくして、いやそんな運ゲーしなくてもいいか、もうリトエル打っちゃっていいな次のターン。うん、あー、フォースされるの。フォースされるんだったらまた話は逆。いやーどうだろうな、打ってもよかろうと思うんだけど、まあイオフィぶん投げときゃいいか、とりあえずイオフィ打って次にリトエル打って終わり。4200でしょ、4800まで貯めたいじゃないですか。最大コンボ出しましょうよ、最大コンボ、最大のスキル。まあこの試合もそうですけど、やっぱり3枚 S ゴマ引けたら強いですよリトエル。本当に、最低でも2枚は引きたいかな。まあ4枚返しされても大丈夫かな。あ、ヴィーナスが来たらやばいか。まあそしたらザフキ貼っときますよ。危ねえペトロー。まあでも全然飛ばない、僕の体力まだ1万5000あるんで。でアタックが1080あるでしょ、3枚返しして4800、いや1人で5000近く持っていけるっていうね、破格の A ゴマ6300、つえーヘリトエル。はーい、対戦ありがとうございました。はーい、対戦よろしくお願いします。リトエルミラーか。まあ動画外でちょろっとやってた時にリトエルミラー結構あって対戦したんですけど、まあそうですね、 S ゴマ引いた方が勝つ感じですね。フェールノート、トゥールラ、特にフェールノート引けた方がね強いですよ。やっぱり引けた時と引けなかった時の勝敗が本当にばらつきがある。まあ今回はやばいですね、本当に引けてない。ただベルグレーデを初手に打てたのは良かったんですけど、まあお相手も初手に打ってるんで、そこら辺は何とも変わらない感じです。まあここに置かれる駒、フェールノートだと積む、やばい、僕も出さなくちゃいけなくなっちゃうんですけど、サマブラか、普通に A ゴマだったら強いけど、まあまだいい、まだ大丈夫です。さあさやか、どうしようかなこれ。まあ、さやか打つか。で、次、バイセ、かなとは思うんですけど。まあ、とりあえず、フィニッシャーでもう一枚バイセ入れておきました。まあ、メイティス入れてもいいかもしれませんね。
ただまあ今回はバイスでやっていきます。まあ最悪リトエルを中盤って言っても4000、3000、そうだな600ぐらいで打っちゃってもいいかなとは思います。でコンボ使ってバイセと一緒に飛ばすっていうのもありかなって。とりあえずゾノバの召喚を抑えて、で僕も次のターンブランチェッタ置くかな。お互い S ゴマを出してない対戦になってますから、もう両方お互い4枚入ってるんだから、8枚デッキに入ってるのに見えてないっていうね、引き弱対決ですよ。これは確実に僕もまだ引けてない、お相手も引けてない。うん、ここはブランジェッタ。いや次どうしようかな、これルキア雨天使コンボ強い駒来ないかな。いやでもルキア打つのもありか。右、まあお相手はどこに来るかなんですけど、そっち守護者か、吸収しないで、 HP が、僕の HP が吸われていく。あ、守護者も、あ、僕守護者入れてなかったわ。あは、強い、来た。まあ、トゥールラ来たらトゥールラ打っちゃうよね。返されない位置に打ちたいよねっていうことで、まあ、右上 X 行くか。A3 でもいいかもしれないけど、でもそしたらダブコンになるから。さすがに守護者とブランジェットのダブコン、まあ、バフですけど、食らうだけ痛い。さあ、フェイルノート出ちゃいましたね、フェイルノート。やはり来たか、フェイルノートが。ウィブサニアでしょ？で、リトエルが4200、ウィブサニア打つ。で、お相手の体力結構削れて、ゾノバの毒入ります。で、1600。ウィブサニアのコンボで4000。1500、5500、4800。え、飛ぶやん。ウィブサニアのコンボしたら飛ぶやん。まあ消しますよね。そう、そりゃそうだ。えぐいなリトエル。お相手さん、エンデガでそこ取ってなかったら次僕ウィブサニアで飛ばせてましたからね。英語間なのに1万のリーサル行くのか。まあこれはもう、フェイルノート取って、で次のターンバイセかな。ダメカット貼られたらちょっと危ないかもしれない。そういうことを考えると、そうだな、ヴィーナスの枠をバフォメットにしてもいいんじゃないかと思うんだけど、それはそれで僕のダメージカットする駒が少なくなっちゃうんで、状況によってって感じかな。やっぱ入れたい駒がたくさんある。リトエル、バフォも入れたいし、ペトラも入れたいし、そこら辺は少し個性が出そうですよ。さあ、バイセで OK。まあ、こんな感じに、まあ、フィニッシャーはリトエルプラスバイセみたいな2枚積みが安牌かな。はーい、対戦ありがとうございました。はーい、対戦よろしくお願いします。神タンか。まあ、ヴィーナスの引き次第ですよ。いやー、ロックは打てんよ。ロックは打ちません。プティを引いたらロックして出したい。まあ、あとはミューズの問題がありますし、大丈夫かな。まあいけるでしょう。言うて引きはいいです。トゥールラ引いたらそりゃ引きいいでしょう。成り打ちからいきます。さあ、B3 から伸ばしてくるか、普通に辺に置いてくるか。まあ、ザフケルとかも引いときたいな。さあ、ミューズが来ました。ワンチャンロックしてやろうかなと思ってる僕がいるんですけど、どうでしょう。いやー、ザフキか？一旦ザフケルでカットしときますか、特殊を。まあ、ミューズを置いたっていうことは特殊ダメージを出してくる可能性があるんで、まあ、ワンチャンイシュタルも来るんですけど、さあ、プティ引きました。よし。ロックの準備完了。殴られなかった。ただこれどうしよっかな。ウィブサニアか。ウィブ打って。でもこれ、B4 に入ってこられたらどうしよう。ダメージカットするものないしな。ただだからといって、どうしたものか。まあ、おぉ、炭治郎。そこで炭治郎か。E4 にね、強い駒を置きたいんですよ。コンボがないんで。
強い駒来ちゃった、危ねえ、よかった、最悪リトエル打ってましたからね僕数値の低い、さすがにコンボがない駒は置けないんで、まあこれは C5 かな。あー右下 X 来る、いや持ってるのか、もしかしてエンデガたちをそこに来るっていうことは、いやでも行くしかないでしょ、こんなもん取りますロックで。で結構フェイルノートのコンボも出ちゃう、さあ半分はやっぱ切るよね。プティ釣れ頼む、プティ釣ったら勝ちですよもう。はい、あ終わったか、これはやっちゃったけ、あよかった、シベリウスだ、ありがてえ、これは耐えたでしょう。ウンディーネ打つ、いや殴っちゃっていいか、えさすがに3枚返し、あフェリアやばいかこれ飛ばないもんねワイツさんこれで、シベリの1000ダメージでしょ、でプティとミューズのバフが乗って1万5000飛ばされるかな、いやさすがに大丈夫か、コンボないし、危ないよ危ない、そんな3枚返しで出していい火力じゃないから、まあやっぱりバイセで最後はフィニッシュとリトエルコンボも来撃の3000ライフバーストなんで、まあまあ強いですよ。はーい、対戦ありがとうございました。はーい、対戦よろしくお願いします。さあリトエルミラー来ましたね、うん引き強い、なんだこの引きは、まあ、ベルグレーデで挨拶しておきますか、まあ、お相手さんも大抵入ってる、まあ、それはしょうがないことなんですよ、うん、マゴマ6枚の枠入れるでしょう、ベルグレーデアルカードでしたけどね、まあ、同じようなもんいたどうしようかな、さやか引いてきたけど、まあ成り打ちから行くかな、成り打ちってどうしましょう、まあ、ヴィーナスは最後ら辺に打ちたいんで、さやかを打つか、それともヴィーナスを打ってしまうのか、最悪打っちゃってもいい気がするけど、まあ、辺に置けるんだったらさやか置いちゃうか。あらあらあら、フェイルノート出てきちゃいましたね。強いね。いや、どうしよう。右ウェックス行くこれ。ルキアか。は、なんとも言えないな。いや、さやか辺に置くか、これ。こっちから行って、2枚返しされたら E4 に行って。いや、ダメだな。X 行っといた方が良かったかな。あ、トゥールラ来ちゃった。普通にサヤが回収されて、フェイルノートの矢筒がめっちゃ出てくる。いや、僕もフェイルノート打ちたい。打たして頼む。フェイルノート出して。E4 から入るか。いや、右上 X っていうのもあるけど、グノーか。ヴィーナス打つしかないかな。で、ヴィーナス、いや、でもヴィーナス取ってこないだろ、これ。コンボ弱いし、角か。普通に言ったら。ヴィーナス 6% しかダメージ出ないから。あら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 、ビブサニアも来ちゃう。僕とほぼほぼ入ってる内容同じですね。やはり皆さん考えることは一緒です。バイセ。グノーで運ゲーしていいですか、僕。フェイルノートのコンボを潰せ、頼む、コンボを潰すんだ、あとトゥールラ。あー、ダメだった。フェイルノートのコンボを食らいますね、これは。3000ぐらい出るかな ?600 でしたっけ、上昇率。痛い、終わったフェイルノート取るか、これもうウィブサニアを置いて、次のターンロックでウィブサニアのコンボしてリトエルで飛ばす、もうこの作戦でいくしかないでしょう。お相手さんも S ゴマ3枚打ったでしょ、あと1枚なんだ、ペトラか、いやペトラ出てきたら終わるな、てかリトエル打たれても終わるか、あヴィーナス出てきちゃった、終わったこれは飛ばせる未来もないし、僕の体力もオワコンですわ。どうしよう。ウンディーネ。無理だ。耐えれん。ロックしときます。さようなら。ワンチャンあるこれ。いや、ワンチャンねえや。ヴィーナスのコンボで普通にやられますって。2、4、5、12%。あ、ヴィーナスのコンボだけで飛んじゃいますね。こりゃダメだ。どこでミスった？X 行かなかったところかな、わかんない、 GG。 はーい、対戦よろしくお願いします。さあヒプノスリーダー来ましたね。デッキ内容は同じだけど、まあこの対戦ってか対面はあれですね、引けるか引けないか、ここが大事。
僕も S ゴマ 2,3 枚引ければ全然リトイルでやれるんですけど、やっぱり S ゴマがリーダーじゃないんで、 S が引けなかった時にやはりリーダーがヒプノスとか、そうですね、アポロン、メフィスト、まあこういう紙デッキでできるやつだったら、まあリーダーが S の分だけそっちの方が強いですよねって感じなんですよ。踏み穴ってないよね、さすがに。踏み穴あったー、ミスったー、なんとなく刺した。まあそりゃそうか。いやでもさやかとかだと思うじゃないですか。アギア入ってるんですね。まあ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 、いいですよ。トゥールラとフェールノート引いて体力回復するんで、お願いします。フェールノート、てかヴィーナス早く打ちすぎたか。そんなことないか。もう雑打ちヴィーナスいいんです。ダメージ与えられるんだったらいくらでもってありますよ。まあ、ヒュプノスにはあれですよ、ウンディーネとザフキー引いてくりゃいいんで。さあどっちから行こうかな。中から行くか、 B4 から行こうか、さやかから。あーどうしよう、これ別に角からじゃなくてもいいかな。 B4 から入ります。これあれですかね、 A3 来るかな。 A3 特殊の駒できたら一旦さやか置くか。いやザフキエルグノーありだな。どうしよう、 うわブラジェも打ちたい。いやここは3分の2を当てていくゲーム、頼む。はいナイス強いねグノーさん。いつも僕が同じデッキでグノーに泣かされてるんで、今日はお相手さんに泣いてもらおうと思います。さあオーリックか、どうしよう。一旦 C6 から行く、まあ別にいいか、普通に入れば。中から行っちゃえ。 A2 から行って、で次もうワンチャンリトイル打っちゃっていいかな。どうだろう、青バホメットがある、やばいちょっとやばい。いくつですか。7200。あこれワンチャン負けだぞまあでもフェールノート打つか。ペトラが来たら終わりだなバイセは耐えそう。あどうだろう、これバイセ5000、オーリック2000。あバイセは5000でないから生きるか。危ない危ない。さロックラとリトイルが出てくれますよと。はい完璧じゃない。なんでお前が来るんだザフケル。まあこれどうする。 E6 いっとけば大丈夫か、耐えるか。っていうかまだフェールノートの召喚あったし、あウィブサニアのスキルも発動した。これフェールノート繋いでたら終わってたな。プレミーいや違うんですよ、これリトイルでフィニッシュしたいがために一旦 E6 に行ったんです。全然プレミじゃありません。皆さんに見せプをするためです。これがフェイルノートとリトイルのパワーだぞって。はい気持ちいいね、1万ムーブ。ジジイ対戦ありがとうございました。はい対戦よろしくお願いします。タクハチャチジ姫ですね、行きましょう。さあイオフィから打つかホワイトアルカードから打つか、まあイオフィからでいいかな。まあどっちでもって感じかな。次のターンホワイトアルカード打ちゃいいんだから、それだけで OK です。さあベクロ、まあしっかりとくさびを巻いていきますね。全然いいですよ、初手からメイティスとか打たれなければ僕はそれだけで嬉しい。初手にメイティス打たれるのが一番嫌だから。まあ初手にアルカード打たれるようなもんですよ。あとペトラ、メイティスとペトラどっちかです。さあこれでまあ、さやかを置ける。さやか置くか。まあ、普通にさやか置いてからトゥールが打つのがベストかなとは思うけど。リトイルも結構特殊が多いので、最速で変に金馬とか置かれると辛いんですよ。普通に B3 からか。まだ変置き駒を引いてないような感じかな。さあ、グノーを持ってきて。いや、これどうしよう。まあ、さやかでいいか。まあ、さすがに、さやか置いてるんで、まあ、罠ごもある状態で、メイティスは繋いでこないと思いますが、
まあ、そうした場合どうするか、もうトゥールラ打ってしまうか。シルビエ、いやイーオントゥールラあり、いや取るか、さすがに。いやフェールノート来ちゃった、右上 X 行こうか。いやちょっと賭けまあ取りに来るかな、これしたら。右上 X の方が安牌だったか。でもそれだとさやかが弱いからな。まあこっちでいいか。3枚返ししちゃってもよかったかな、フェールノートで。うん、それもありか。いやでも取らせるのも全然ありよ。わかんないけどそれが正しいのか僕にはわかりませんが、まあ大丈夫、ここでフェールノート打つんで、まあ、雑にトゥールラを打ちましたが、僕にはあと2枚 S ゴマがあるんで大丈夫大丈夫。でこれをお相手的には1回当ててくるでしょう。当ててきたらどうすんの、何がいい、2枚返し。いやそれだと変に取られるだけか。まあメルカバ取ればいいか。何で取る、ヴィーナス打つか。ヴィーナス打ちましょう。もうグノールキア打ってる暇ない。まあ、ダメージ与えていく。これでお相手さんどこに来る、右左下 X か、左下 X か。あこれあれか、さやかに当てられるか。まあ、当てられたら6、ワンチャンロックありか。グノーでもいいな。ああ、バイスか。執念バイスだったらこれ当てればいいんじゃないかな。で、取らせて、バイスを。で、特殊返して、リトイルで飛ばす。飛ばせるこれ。シルビエ2400出るでしょ。おっと、取ってくる。ウィブサニアで。ダメージ食らって、7400。で、リトイルが4800溜まります。バイセ1500出るでしょ？いけんじゃね？どうだろう？行ってみますか。9000ぐらいだったら飛ばせると思うんですよ。1万英語まと繋いだだけですよ。GG、対戦ありがとうございました。